たの仕事意識について教えてください。遅刻はご自身ではしてはいけないものですか、はい、他人がしたときはすいません。いやいや全然一回はいいでしょと言いますね。やっぱり後輩とかも遅刻ありますから一回はいいよってあるもんなんかね、うん、だけどやっぱ何回も続くようだとそれは癖だったり立ちだから、そうすると、うん、まあそういう人なんだなっていう風な付き合い方になるけどね。でもあんまり早く行きすぎるのでスタッフに嫌われるってこともあるんですよ。私早く行っちゃうんですよね。で梅宮達夫さんも早く行っちゃうタイプだったんですよ。で一緒に仕事してた時どっちが先に入るみたいになっちゃってじりじり早くなって言われてる入り時間より2時間ぐらい前に入るようになっちゃったんですよ。楽屋の準備もできてませんとかなりません？そのために AD さんが早く入んなきゃいけないからもう勘弁してもらっていいですかっつってもうちょっと言われました。すいませんでしたっつって。